おはようございます、おはようございます、こんにちは、今日は挨拶なしのいきなりのメイク動画っていうか雑談というかおしゃべりしながらメイクでございます。もうね、多分ね、もう結構これを見てくださってる方はそういうのがあった人なのかもですなんですけど、 TikTok のねアカウント消えたんですよ、私の。そう、なんで消えたかというと、なんか今までもあったんですけど、なんかなんて言ったらいいの、TikTok をね開くたびに結構生年月日が書いてくださいっていうのが出てきたり、書いてくださいって書いてあったり、あの電話番号打ってくださいとか書いてあるやつがボンボン出てきてたんですけど、今までそれ書かないでちゃんと断ってたんですけど、なんか白い画面でいつもよりなんかめっちゃ白くて、その生年月日って書いてるとこだけこう黒くこう書いてあったんですけど、私の場合バツボタンがなくて、もう打たないと進めないみたいになって、これ一回 TikTok 消してもう一回アプリを押したら戻るかなと思ったら、ずっとそんな岩塩でさあ、で私やったんですけど、そう、あの消されました。はい、ちょうどね自分の誕生日売ったんですけど消されたんです。そう、最初ね2021年に打ち間違えちゃったかなと思ったんですけど、ちゃんと入れてたのを確認してたんで、うん、完璧詐欺だなと思って、本当に8000人近くの方にフォローしてもらってたから本当にショックだし、本当にフォローしてくださってた方に本当申し訳ないなと思って、 YouTube に TikTok ライブからフォローしてくれて、 YouTube にを登録してくれてる方とかも結構いらっしゃるので、ちょっとここで報告したらいろんな人にあの伝わるかなと思って、そう、本当辛い、本当辛いよね。はい、まあもう何十万人あのフォロワーさんいましたじゃないけど、でもやっと8000人近く行ってて、本当にあやっとここまで来たなって自分の中でも思ってたのに、まさかの消されるとは思わなくて、それもあのなんて言うんだろう、ログインができなくなるだけならまだいいんですけど、アカウントまでパッと消されてしまったので本当にショック、本当にショック。皆さんも気をつけてください、本当に。これからもそういう生年月日とか出されると思うんですけど、本当に気をつけて、あの中学生とか特にね、本当に個人情報とかすごいねバレたら大変だから、はい、私やっちゃったけどもうやっちゃったことは仕方ない、だからもう次は失敗しないように、そして皆さんもあの間違われないように、はい、私が伝えておこうと思って、ほんと悲しいね、ほんとにみんなもほんとに気をつけてね、ほんとにつらい。これでさ、なんて言うんだろう、チェックマークがついてる公式マークみたいなつけてる方があれで消えたら本当にもっとショックやと思う、悲しいと思う本当に。まあそういうとこしっかりとしてると思うんですけど、私はバカでしたね。資生堂のコンシーラーこれね、嫌いな人多いみたいなんですけど、まあ、まあ、寄りやすいって寄りやすいんですけど、
まあ嫌いではないから、私の中では使ってますね。はい、つらい、悲しいな。皆さんもね、気をつけてね、本当に。TikTok ね、まあアンチとかもは怖いけど、他の方の動画のコメントとか見てても怖いと思うけど、でも TikTok だから学べることってあるじゃないですか。いろんな情報コメントがで、ダイエット方法とかそういうのとかもちゃんと学べるし、いろんなこうなんかお医者さんとかそういう方とかも TikTok でいろいろと教えてくださってたりするじゃないですか。だから TikTok だからこそ楽しく学べるとかあって、そういうのは楽しいと思うんですけど、やっぱりそういう詐欺系とかも怖いなと思って、本当にね。だから皆さん気をつけてね、本当に悲しい、本当に悲しい。はい、悲しいよーって。だからこれから、さっきも言った通り、本当にこれからもしなんかそういうのあっても絶対に打たないで、もしそれで×ボタンとかもなくてもうどうしようもできないっていう場合は、もうその日は開かないで違う日とかに開いてみたりしたらいいと思う。とか、TikTok アプリの何、会社の方に連絡してみるとか、そういうの分か、知ってる友達に聞いてみたりとかして、そう、本当に決してこう消えて後悔しないように気をつけてね。悲しい、本当悲しい。私も TikTok もう一回始めたんですけど、全然フォローが来なくて、おすすめにもいかないんだろうなと思って、再生回数もいかないんで、そう、どれだけね、そのフォロワーさんが多かった時にいろんなところにおすすめが出て、みんなにがいいねをしてくれてたか、本当にすごい、感動したというか、そう、本当に申し訳ない。もうどうしたらいいか分からへん、本当に辛いですね。本当に何かあっても、TikTok のフォロワーさんがいつもね、私にいろいろと言ってくれて、応援してくれたり、大丈夫だよって言ってくれてて、本当に私の支えになってくれてたのに、本当に悲しい、申し訳ない、みんなごめんなさい、本当辛いですな、本当に。シェーディング、本当につらい。なんか意外となんかめっちゃ悲しくなったりとか、もう TikTok やらんとかそういう気持ちにはならなかったですけど、でもやっぱほんまにフォロワーさんたちのおかげでここまで来れたから、本当に
辛い、本当に申し訳ないです。本当に何度言っても許されないことだけど、本当に本当にどうしたらいいんだろう。本当にそういうことをしてる、その生年月日とか TikTok にやってこう詐欺なんかいろいろやってる人はどんな気持ちでやってるんでしょうね。本当に悲しい悲しい。今日はフロック使ってます。だからなんだけどなんかね、動画とかね、なんか2回ここで自分の部屋でメイクしてたら大丈夫そうだなと思うんだけど、外行ったりとかみんなに聞くと、家族とかにやっぱイエベのカラーを使った時すんごい反応されるのに、なんでそんな色にしたって似合わないよね全然って言われるぐらい似合わないみたいで悲しいよね。こんな感じ。辛い。皆さん気をつけて。チークはこれ。19番。わお。めっちゃベージュって感じ。ピンクベージュって感じのチークやから、なんかどこに塗っても浮かない感じだよね、この色って。そう。これね、ブルベさんに合うベージュらしいので、あんまくすまなくていい感じです。で、さっき、なんだっけ。これなんて言うんだっけ、名前。キス、レブロンキス。スクラブ。なんか、ダラダラしてるやつつけてたんですけど、このままリップ塗っちゃったら、発色悪くなったり、ムラができちゃうので、落としちゃおう。まあ、リップどうしよう。どうしようかな。これどうしよう。このメイベリンのもう廃盤になってない色なんですけど、マットな赤を叩いて付き合うかな。
私普段ね赤リップが似合わないんですけど、まあ、青みピンクに近いレッドばっか使っちゃうからなんだけど、この色はなんかブルベでも冬って感じな色で浮かなくていいんですよ。私ね春とか夏とかのなんて言うんだろう、くすんだ色とかがあんまり似合わなくて、パキッとした色のが似合うと言われたんですけど、パキッとした色、深めのある赤、うん、こう見るとそうだなと思う。しっくりくる、普段より赤リップが。よし、はい、ってことで今日はあまりこうメイクの紹介じゃなくて、最近起きた自分の中で嫌だったことというか、という皆さんに気をつけてほしいなと思ったことをちょっと喋っちゃいました、はい、本当にね TikTok ね、いいことも悪いことも差がすごい、いいところもたくさんあるし悪いところもたくさんあるから、本当に皆さん気をつけてくださいね。本当に生年月日が書いてあって、もし×とかを書いてなくて生年月日書かないと進めない状態になってたら、ちょっと数日ぐらい置いといてもいいと思います。はい、皆さんねぜひそういうのが出てて、今ちょっと、ね、TikTok ちょっとどうしたらいいか分かんない状態なのであれば、ちょっと置いてみてはいかがでしょうか。私みたいにね後悔しないように気をつけてください。今日はここまでです。バイバイ。